はい、こんにちは、和也の孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話はですね、なんと4000人、チャンネル登録者数が4000人突破しました。ありがとうございます。4000人がですね、僕の中ではちょっともう想像がつかない数字になってきたので、最初こう100人とか200人とかっていうのでずっとこうありがとうございますっていう動画を作っていたんですけれども、気がつけば4000人ということで、本当にありがたいなっていう気がします。で、僕の中でこの YouTube はこんなに続くと正直思ってなかったんですよ。最初はこう話をする練習とかっていうので動画を作り始めて、で、まあ車も好きだったので車の動画を載せ始めて、で、F1 も好きだったので F1 も載せ始めてみたいな感じで、一つのチャンネルにいろいろ入っているので正直見にくいだろうなっていう気がします。ただ僕自身は簡単でないと続かないと思っているので、まずはこう簡単であること。で、その自分が楽しくないと続かないと思ってるので、自分が楽しむことっていうのを、この二つをこうルールに、YouTube 動画続けてるんですね。なので、こう毎日動画をアップっていうのもなんとなく続いてしまっていますし、本当丸3年、4年目なんですけども、ハローワークからこの期間だけは YouTube 動画アップしないでくださいって言われた期間があるんですけども、それ以外の日は、ずっと毎日一個ずつは最低動画アップし続けてるんですよ。だからこれは僕の中ではちょっと自信につながるかなっていう気もしますし、こう継続していけばちょっとずつでも結果が出てくるのかなっていう気がするので、これはですね、僕はもっと続けていこうかなと思っています。ただ、全く成長しないっていうのでは、当然見てくれる人がいなくなってしまうので、ちょっとずつでもいいから成長しようっていうのも心がけています。なので、まあ、自分が調子がいいとき、今ちょっと難病の治療中なので、無理ができないっていうのもありますし、まあその病気を理由にサボってるっていうのもあるんですけれども、こう無理をしない程度、ただ調子がいい時だったりだとかっていうのは、こんな風な動画撮ってみたいなっていうのを試してみたりとか、その日々動画の編集しているときに最低限以上のことをすることによってちょっとずつ良くなると思っていますので、まあ、その最低限以上を時々頑張ってみようっていうので、少しずつでもこう動画の質自体も成長できるといいかなと思っていますので、まあ皆さんとね、長く楽しく付き合えると幸せかなと思っています。あとはね、どんな風に今後していくかなんですけども、僕の中でやっぱりこう S660 っていう車好きなので、ずっと乗り続けたいと思っているので、まあ、壊れるまでは S660 の動画をアップしていこうかなと思っていますし、言葉で人を元気にするっていうのが僕の夢なんですよね。まあ、目標と言ってもいいんですけども、なので僕の動画で時々こう言葉の大切さみたいなものを伝えられたらなと思って頑張って動画作る時があるんですけれども、そういった動画ってあんまり再生数伸びないんです、実は。ただ最近ショート動画がちょっとずつ再生回数が伸びてきてるので、そこにこうコメントをちょっとずつ入れながら言葉でちょっとでも元気になってくれる人が増えれば、よりやりがいみたいなもの出てきますし、動画を作る意味っていうのもちょっとずつ出てくるんじゃないかなという気がします。なので再生回数が増えてくると、その分責任みたいなものも出てくるのかなっていうのが個人的にはちょっと感じているので、まあそこを重く考えすぎずに、でもプラスに考えて、その僕の言葉で誰かが元気になるっていうのであれば、やっぱりすごく僕は幸せですもんね。なので言葉の力っていうのを、言葉って僕道具だと思っているので、ナイフと一緒ですよね。こう正しく使うとすごく助かる。ものを作ることにもナイフ使えますし、当然料理にも使えます。ただ人を刺すっていうような、人を傷つけることもできるんですよね。で、言葉という道具も人を助けるとか人を救うとか何かを伝えるとかっていう、ものすごく便利な道具なんですけれども、使い方を間違ってしまうと人を傷つけるっていうことになってしまうんですね。なのでなるべく人を傷つけないような動画を作りたいと思ってるんですけれども、これも難しいんですね。で、コメントのやり取りにしても、言葉で人を元気にしたいと思っているので、コメントのやり取りでも人を元気にすることができたら、ものすごく僕は幸せだと思っているので、なるべくこう、丁寧にっていうわけじゃないんですよね。自分ができるようなコメントを返そうと思っているので、それでやり取りをすることによって、僕自身は元気をもらってますし、相手が元気になればよりいいかなと思っています。まあそんなこんなでね、丸3年過ぎて4年目ぐらいで4000人達成ということなので、まあ5000人、1万人と増えていくにつれて、まあ僕の小遣いも増えていくみたいなのでね、こうやりがいも出てくると思いますので、これからもよろしくお願いします。ということで、和也の孫でした。ありがとうございます。失礼します。